ミアビランベリは、日本中央競馬会に登録されていた、競争馬。主なカチクラは、七夕賞、目黒記念、アルゼンチン共和国売。馬名の由来は、カンムリ名モルディブの公用語、ディベヒ語で、金の砂。第45回七石賞2009年7月12日2003年3月28日に、生まれたクリゲのお馬。生産者は、東。 静内西川の原武久牧場。牧場の生産場には1986年の府中山菜ステークスを買った桜ロータリーがいる。母アステオンは JRA 一生。雅美ランベリは二番子になる。2006年5月にデビュー。三歳時には右前足の第一子骨骨骨折による先々離脱もあったが2008年夏までに未勝利、500万、下。 千万下の3勝を挙げる。2008年7月の七夕賞を逃げ切って、重章初勝利。このレースは、自己条件を除外された上での格上挑戦だった。この夏、ミヤビランベリは、サマー2000シリーズを3走して13ポイントを獲得。同ポイントを獲得したタスカータソルテを、上位着順の回数で上回り、同シリーズ王者となった。二千九年には五月のメグロ記念。 11月のアルゼンチン共和国媒と共に東京芝2500メートルのハンデ GII を勝利したほか同年7月の七タ賞も逃げ切って連覇している。目黒記念は不良馬場の中2着ジャガーメールを5馬身、ちぎる圧勝だった。2010年春に右第3中手骨を骨折。復帰後は勝利を挙げることなく2011年11月12日付で 競争馬登録を抹消された。引退後は、中京競馬場で乗馬となり、翌2012年に誘導馬としてデビューしている。その後、2019年5月より、広島県東広島市の広島県立最上農業高等学校で、引退名馬として、つなぎをされていた。2021年3月21日、死亡した。以下の内容は、 ジャビスシサーチよび netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。